このすば。やだ、使いたくない。正気ですか？これはいつもちょっぴり冴えないカズマが格段にかっこよくなる千載一遇のチャンスなんですよ。それにかっこよくなればいつもちょっぴり冴えないカズマだってきっとモテるようになるわよ。そっか、それなら禁断の魔道具を使おっかな。とても言うと思ったら大間違いだ。ねえ、この魔道具を使えば他を震撼させる圧倒的な力も手に入るんですよ。その代わり、俺を震撼させる圧倒的な副作用があるだろう。説明書に使用者の望むことができなくなると書かれていたが。記憶にありませんね。目をそらしながら言っても説得力皆無だぞ。あのね、カズマさん、ちょっと聞いてほしいの。最近めっきり収入が減って、美味しいご飯も全然食べられてないでしょ。カズマさんがこの魔道具でパワーアップして上級クエストに挑んでみなさいな。それはもうたんまり。こんな危険な道具を使わせた上、上級クエストにも挑めってか。お前らはあれか、鬼畜か。鬼畜だと？仲間に向かって鬼畜とは聞き捨てならんぞ。カズマの言う鬼畜とはどんなものか、今この場で私にやってみせろ。やりません。とにかく俺はそんな危険な魔道具使わないからな。こんなところにいたのか、カズマ。もうとっくに約束の時間過ぎているぞ。おお、リア、悪いな。今行こうと思ってたんだが、こいつらに邪魔されて行けなくてな。俺はこれからクエストに行ってくる。アクセルハートの次の公演資金を集めるためってリアにお願いされてるんだ。ちょっと待ちなさい。私たちのお願いは断っておいて、リアのお願いを聞くっていうのはどういうこと？説明して。リアはお前らみたいに危険この上ない上級クエストに行けなんて言いませんからな。リア、実は先にクエストを受注してきたんだ。楽なクエストみたいだが、結構いい報酬を出してくれる。ほら見ろ。そんじゃ俺はちょっくら行ってくる。待って待って、こうしましょう。私たちも一緒に行っていい？私たちがいればその分早くクエストも終わるわよ。報酬が減るからダメだ。どうせおこぼれに預かろうって腹だろ。実はクエストの後にアクセルハーツの練習があってな、早く終わるに越したことはないんだが。それじゃあ決まり、みんなでクエストにゴー。ついでにこの魔道具も一応持っていきましょう。楽なクエストだとしても備えあれば憂いなしですからね。お前な、そんなあからさまなフラグを立てるんじゃない。殺すわ。やっぱりこうなったじゃん。言ったじゃん俺。まさかここがジャイアントアースウォームの巣だったとは。あんな気持ち悪いのが大量に出てくるなんて、そりゃ報酬も高くなるよな。おい、めぐみ大丈夫か？あれは本当にダメなやつです。生理的に無理です。私がこんなクエストを受け負ったばかりに。すまん。そんな顔をしないでくれリア。このヌメヌメを久しぶりに味わえた。私はむしろ感謝しているのだ。真っ先に飲み込まれに行っておいていい笑顔してるじゃない。とにかくこの状況を何とかしないと。クソ、めぐみ、さっきの魔道具よこせ。うわぁ、ちょっと気を失っていました。ついに魔道具を使う気になったんですね。本当はすっごい嫌なんだけど、こんな状況だし仕方ない。クソったりゃあ。これが俺の力。これならいける。今だ、アクア！ゴッドブラもらった。
でよー。